広川中学校に向かう途中に廃校になったね、学校を見つけたので入ってみたら、これ体育館かなんかかな、ちっちゃいですけど、これね、ピアノが蓋を開けて待ってたんですよ。なんかもうドキッとした、なんか一目惚れっていうか、なんかまだこいつだけ生きてるみたいな感じがして、すごい鍵盤がね汚れてるんですよね。ちょっと拭いてあげよう。ちょっとこの汚いやつですけど、うわ、すっげえほこり。なんか入ってんな。切れた弦か。すげえこれ。これ座ったら真っ白になるね。うわ。